任天堂のディスクシステム、そのですね、ディスクをパソコンにイメージファイルを保存してみたいと思います。まあ、そうすることによってね、まあ、いろんな使い道ができるわけですね。中華ゲームに入れてもいいですし、レトロフリークに入れることもできます。またはラズパイのレトロパイで遊ぶこともできるようになります。ディスクシステムのゲームをパソコンに移すための装置がこちらの白い装置 FDS スティックになります。こちらの装置は中に 256MB のメモリを搭載しているので、一旦パソコンにゲームを移した後にパソコンからこちらの FDS スティックにね、もう一度ゲームを入れることによって、ファミコンラムアダプター、この FDS スティックがあればこのディスクシステムがね、なくてももうゲームができるようになります。使用するためにはこの FDS スティック以外に専用ケーブルが必要になります。この専用ケーブルなんですけども、ちょっとね値段が高くて、購入するとね5000円近くかかります。でこの、ね、ケーブルを、まあ、購入すると、まあ、一緒についてくるのがね USB の延長ケーブル、こちらでね、延長させてパソコンに接続することによって使用することができます。まあ、自作もできるんですけども、まあ、自作をする場合は、ラムアダプターの端子がこのケーブルと同じですので、このラムアダプターをね2台用意することによって自分でね加工して、ケーブルを作ることも可能になります。ケーブルの先端に FDS スティックを取り付けます。そしてこのままパソコンに接続して使用も可能なんですけども、まあ、距離がね短いという方はこの専用ケーブルに付属している USB の延長ケーブル、まあ、こちらを取り付けて使用します。これはもう Amazon にもね延長ケーブルは売ってますので、こちらをパソコンに接続すれば使用できるようになります。では実際にディスクシステムに取り付けてみたいと思います。本体をね後ろ側にある、ラムアダプターのコネクターがあるのですが、まあ、そちらの方にこの専用ケーブルを接続していきます。まあ、両端にコネクターがついているんですけども、まあ、どちらをつけても構いません。コネクターにね丸みを帯びている方を上側にして差し込みます。そしてもう片方を FDS スティックを差し込みます。で、まあ、延長ケーブルもね、まあ、つけておきたいと思います。もちろんこのままスティックをねパソコンに挿しても構いません。でアダプターがね挿してないんですけども、動画では使用の際にはね必ずアダプターが必要になります。これで接続が全て整いました。使用するためにはソフトウェアをねダウンロードする必要がありますので、ホームページからダウンロードしていきます。概要欄にもねリンクが貼ってありますので、そちらからも、クリックしてもらえると簡単にダウンロードできるようになっています。で画面をね下にスクロールしていくと、ソフトウェアのねダウンロードができるようになっていますので、ダウンロード Windows ソフトウェアというところをクリックするとダウンロードできます。でもうバイナリーファイルですので、回答したりする必要はありません。もうデスクトップとかにねポンと置いてクリックすれば起動できるようになっています。ダウンロードしたソフトをデスクトップに置いてあります。で起動するときは必ずディスクシステムを接続してから起動するようにしてください。接続せずにソフトを起動しようとするとエラーが起きて起動しません。では早速、ソフトを起動してみたいと思います。ソフトを起動すると上に3つタブがあるんですけども、ディスクを読み書きするためにはディスクタブをクリックします。そして読み書きしたいディスクをディスクシステムの中に入れます。次に左下にあるリードディスクをクリックします。保存したいフォルダを選択してゲーム名を入力して OK をします。するとディスクを読み込みますので、読み込みが終わったら
片面ディスクの場合はもう終了になりますので、ダウンのボタンを押します。でこのゲームは両面タイプのゲームですので、ディスクをひっくり返してからリードネクストのボタンを押します。すると続きを読み込みますので、読み込みが終わったらもうこのゲームはね、両面だけなので終了ボタンのダウンを押します。でもし2枚目3枚目とディスクが続くようであれば、さらにリードネクストを押して続けていきます。今回はね、まあ、これで終了しましたので、次はねディスクが読み書きできたかどうかのチェックをしてみたいと思います。ディスクが正しく読み込めたかどうか、これはロムチェッカーというソフトを使ってチェックします。ロムチェッカーのねダウンロード先 URL はね概要欄にも書いてありますので、こちらからダウンロードして圧縮ファイルなのでね回答します。で、そちらをクリックすると、まあ、上部にねロムファイルを参照するボタンがありますので、そちらから先ほど読み込んだゲームを選択します。はい、そして一番どこを見るかというと、一番下にデータベースの CRC と一致しましたと書いてありますので、この文字が出れば、正常に読み出せたという証拠になります。まあ、このソフトはね、あのディスクシステムだけではなくて、もうさまざまなゲームカセットに対応していますのでね、この、ロムをダンプした後はこのソフトでチェックするといいかと思います。ディスクシステムね、結構昔のものなので、私が持ってるディスクでもね、読み取りエラーのもの何枚かありました。まあ、そういう場合はね、まあ、エアブローをしてみて何度か読み込みさせてみると。で、ダメな場合はこういったね、クリーナーを使うというのも一つの手だとは思います。ただね、ディスクの汚れなら何とかなる場合もありますけども、もう傷の場合は残念ながらね、もう諦めるしかありません。で、CRC のねエラーが出てもゲームがね起動する場合があるんですけども、もちろん途中でね、フリーズする可能性もあるので、注意が必要です。また読み込みのねできたディスクも取り扱いはね慎重に磁気の近くに置かないようにして保管するようにしましょう。まあ、CRC がね一致していればほぼ大丈夫なんですけど、念のためにエミュレーターで確認してみたいと思います。エミューのネストピアでチェックしてみました。まあ、オープンしてゲームを読み込ませます。するとね、タイトル画面が出ますので、しかしですね、このタイトル画面は A 面だけ読み込ませただけで出るので、まあ、B 面の、ね、チェックをするためにはディスクチェンジをする必要があります。 A 面はねもう全然問題なくねできてますので、では B 面をにチェンジしてみたいと思います。するとねディスクを読み込みますので、しばらくするとゲームが始まります。問題なくゲームがスタートできましたね。まあ、これちょっとね早送りでしているんですけども、これで無事にね、PC にディスクのイメージを読み込むことに成功しました。